こんにちは、言葉つなぎです。今回は未実装のオペレーター参戦、こういったテーマでお話しします。アークナイツに登場して立ち絵のある未実装のキャラクターですね。いずれ仲間になるかもしれないキャラクターを考察紹介していきます。この動画にはアークナイツのネタバレが含まれますのでご注意ください。早速始めます。ヘドリー、イネス、この二人は一緒に紹介します。 W の誕生秘話に迫るイベント、闇夜に生きるで活躍した傭兵たちです。 W の傭兵としての素質を見出した部隊を率いていたヘドリーと、即始末するようにヘドリーに意見をしたり、 W とは何かと反りが合わないイネス、バベル時代のケルシーたちに一旦は合流しましたし、ヘドリーは目的のためにバベルに残った W と別れバベルを去りましたが、今後オペレーターとしてロドスに合流する可能性は十分ありそうです。 W の保護者的ポジションでもあり、 W のコーデにも描かれてます。ロドスの前身バベルと交流があること、 W のコーデにも描かれていること、これらの点からですね、ロドスに合流してもおかしくないっていうか、合流してほしいオペレーターたちですね。もし実装された場合はヘドリーは剣を装備してるんで、前衛かなって思うんですけど、イネスはアーツで相手を見ることができるんですが、タルナの正体を見てしまったことで命を狙われていた描写なんかもありまして、術師と予想しておきます。仲間になるんじゃないかって思っている理由、実はもう一つあって、結構めたい感じになっちゃうんですけど、イネスは公式のイラストで描かれてもいるし、なんとそのイラストでフィギュア化の予定もあるキャラです。なのでですね、メタ的にほぼほぼ実装いずれはされるんじゃないかと僕は予想してます。できればですね、ヘドリーも一緒に本当に仲間になってほしいんですが、アークナイツの過酷な世界観を考えると、イネスだけロドスに合流するパターンもあるかもしれません。ミュルジス、ライン生命の生態化の主任です。仲間になると考えている理由からなんですが、公式のこのライン生命のイラストですね、右の人物はまだ詳細は明らかになってないキャラなんですけど、公式のこの手の組織のイラストで描かれているキャラクターはほぼほぼ仲間になっているオペレーターが描かれています。名前だったりイラストが登場しているミュルジスですね、仲間になる可能性は十分あるかなって感じですね。っていうかマジで仲間になってほしいです。登場はイベント孤島新刊ですね。マウンテンが監獄からどのように脱出したか、脱出劇について、当時何があったのかを知らないミュルジスがサイレンスやメンヤに説明をされていくっていう流れになってるイベントなんですけど、ミュルジスは水で自身の分身を作ることができる能力を持っています。分身は会話ができる上に、直接会話をしていたサイレンスやメンヤですら分身と気づけないほど成功です。ミュルジスは分身でサイレンスとメイヤー2人を相手取って勝てると判断していましたが、そこにマウンテンも加入したことで部が悪いと判断して撤退します。この時マウンテンに対して分身体だけでは勝てないというような言い回しをしていることから、例えば本体は分身体より強いとか、本体と分身の2対3でマウンテン、メイヤー、サイレンスを相手取れば勝てるとも取れそうな言い方もしてるので、実力がマジで気になるキャラですね。もし仲間として実装されるなら特殊化補助だと思うんですが、特殊だと予想しておきます。ファントムの幻影のように1体分身を作るのか、メイヤーのように自身の分身を複数配置できるのか、そのどちらかかなとは思うんですが、アーツの連動がですねめちゃくちゃ高そうなので、最低でもアーツ適正優秀、場合によっては卓越クラス普通にありそうですね。設定的にも実際の性能でもなんですが、かなり強いサリアがライン生命の研究員でありながらも主任であったことから、同じく主任であるミュルジスですね、実装されたらどんな性能をしているのか気になるところです。メイヤーがですねライン生命に所属をしながらロドスに提携する形で在籍をしていることから、現在ライン生命に所属をしているミュルジスがロドスに加入する可能性もあると思ってます。いや個人的にはマジで加入してほしいキャラですね。はい、こんな感じで今回は仲間になる可能性がありそうなキャラクターを3キャラ紹介しました。まだまだ紹介したい仲間になりそうなキャラクターいますので、この動画がもし好評であれば第2弾を
を作ってみようと思います。皆さんの仲間になってほしいオペレーターや実際に実装されたらどんな性能になるかの予想などもコメント欄でぜひ教えてください。はい、というわけで今回はこれくらいにしようと思います。僕のチャンネルではアークナイツの動画今後も投稿していきますので、ぜひチャンネル登録と Twitter の登録お願いします。あとは動画閉じる前にいいねボタンを押してもらうとやる気もアップするのでぜひお願いします。というわけで今回以上となります。さよなら。